ようこそ。随分と姿を見せるのが遅かったな。おかげで少々もてなしには寂しいありさまだ。名物の喧騒も確かな腕のマスターも書いている。まあ喧騒をおっしゃらないでくださいな。分かっておられますくせに。この静けさが欲しかった。この寂しさを待っていた。あなたと二人この場所で、なんと理想の状況でしょう。最後の吸血鬼アルザードさん、注文を。え？何を飲むかと聞いている。誰であれこのウェルサに、この酒場に訪れた客、最高の一杯を味わわせねば世界の名折れだ。でしたらお言葉に甘えましょうか。バーテンダーさん、とびきり甘くてとても強い、悲しい時にぴったりな、夜が明けるような一杯を。受けたまわった。できた。これでどうだ。まあ綺麗。一つのグラスの下から上にかけて深い青がだんだんと白んでいくグラデーション。この中に夜明けの空があるみたい。ウェルサにかつてあったと伝わる朝と昼、それを俺の見た別の場所の実物から再現した。ご賞味あれ。いただきますと言いたいところですけれど、一人で飲むなんて寂しいです。一杯付き合っていただけませんか。承知した。俺はブラッドショットをいただこう。では。ええ、では乾杯。おいしい。お世辞抜きに今まで飲んだ中で一番の味わいです。秘訣はやっぱり長生きでしょうか。練習をたくさんした分腕も上がったとか。俺の腕など微々たるもの。この味を作ったのはウェルサという世界、そこに積み重なった命の営みだ。へえ。であればそれはとても悲しいことですね。そんな世界がこれから跡形もなく消え去るのですから。あ、いえ、そんなこともないのかしら。つなぎ合わせの捏造が詰まった輪廻ちぎれて時空漂う明けない夜の暗黒など、惜しむべきものなんて存在しない空虚ですし。聞きたいことがある。このグラスに夜明けがあるうちは、君は何を好む？あら、ひょっとして私口説かれています？気になっているというのならばその通りだ。今のウェルサでそれ以上に、それ以外に気にすることなどないのだから。まあ、おもてなしのお上手なホスト様、口が軽くなってしまいそう。好むこと、好むことですか。どうしましょう。悩みがいのない質問ですね。そんなもの
ネルバ様に決まっていますし。大切な相手のためになら何もかもをかけられる。それが君か。そうでない人っています？いるだろう。その人物にとって譲れないものが他者だとは限らない。人よりも物に、矜持に、存在を捧ぐ場合とてある。いいえ、それはただかわいそうなだけ。誰かのために自分のすべてをかけられない、そんな人はただまだその相手に出会えていない。たったそれだけのことなのです。なるほど、それは一理ある物言いだな。愛を知ること、それに勝る喜びがないのなら、愛に応えられぬこと、それに勝る悲しみもまたありません。だから私は何だってできる。悲しみへの怖がりがいつだってこの背を押してくれる。確かに疑うべくもない。君は確かに何だってやった。瞠目すべき忍耐で、感嘆すべき策略で、称賛すべき決心で、怪物だらけの世界をたった一人で相手取った。その成果、それこそまさに英雄でしょ。君の名前を聞いていないな。メイシア・ラフォージと申します。管理者を超える管理者、ネルバ様の名と信頼を賜りし悲哀の宿しみと、お見知りおきよ。メイシア、俺たちは負けたか。それはもう予想以上に簡単に。どうぞ悲しんでください。すべては自業自得です。あなたたちが継ぎはぎの捏造師に寄りかかったせいで、あったはずの本当から目をそらしたせいで、王に争わされない騒乱なき過去と未来を望んだせいで、都合よく良かった部分だけのつまみ食いをしたせいで、ウェルサは滅んだんです。お疲れ様でした。やっぱり都合の悪いことをなかったことにする不自然な幸せなんて許されてはいけませんよね。それが俺たちの罪、この世界の過ちか。そうですね。けれどご安心ください。別にそんなこと実はどうだっていいんです。ここが滅んだのは過酷に叫んだ誰かがいたからでなく、傷があってもなくてもただ目をつけられたから滅ぶ、抗いようのない力を伴う個の意志、なんて素晴らしくて美しくて清々しい。その前には一度世界を救ったものさえ敵ではなかった。九尾の狐、刀の亡霊、烈日の竜、悲嘆に落ちた三者は駆られ、悲哀に沈んだ民衆も飲まれ、暗黒の世界に残るは吸血の鬼あと一匹。こんなところで生きていたってしょうがないでしょ。みんなのところに行きましょう。アルザードさん、滅びしウェルサに残っている
最後の吸血鬼。このお酒を飲み終えたらすっきりと。あなたもすぐに私の手で。さて、何がおかしかったでしょうか。当然英雄についてだよ、侵略者。君は英雄を勘違いしている。それはただ強さをもって偉業を成し遂げ、我ここにありと誇示するだけのものでもなければ、こたびの侵略において英雄はすでにあり、そしてとうに成し遂げている。君の入り込む枠も役も残念ながら埋まっているのさ。少しだけ不愉快で愉快です。聞かせなさい、その英雄譚について。構わないと。グラスには語るべき猶予が残っている。夜の慰みに話そうじゃないか。暗黒世界の英雄たちの物語。ある狐と刀と竜の成し遂げた抗いについて。